で、これで5段階の強さに調整できます。最小期の方を温めます。浸透していってる状態ですね。はい、今回はですね、エンジニアシリーズで、ハンダゴテ電気屋さんでも制御関係してる方は、こういうシールドケーブルとかね、あとはどんな時に使うかな、あとは機器のね、血栓の時にハンダじゃないとダメなとことかがあるんですけど、まあそういう時にちょっと今日はあればよかったんですけど、現場に置いててないんですけど、大体皆さん使われてるやつって、100ボルトのコードがついてる電気ハンダゴテやと思うんですよね。それを、例えば高所作業の時とかに、延長コードとかで、そこまで引っ張っていって、電気がないとハンダができないっていう、僕も今までそうやったんですけど、ちょっとそれが煩わしくて、このガス式っていうのを買ってみました。で、これなんですけど、一応2個ね、この刃先がついてます。これ僕も交換したんですけど、ここを緩めてこうなるんで、大物とか攻めるときはこっちの方がいいのかなと。あ、こう最後に回したらピンとまっすぐなります。僕はね、電気工事では結構繊細なところの方が多いんで、このもともとついてた細いタイプ、これより細いのもいろいろ売ってるみたいです。はい、まあ、こういう感じとなっております。で、この、シールド線のハンダ処理の仕方についてはちょっと別動画で詳しくやってますんで、今回はさらっといきますんで、詳しく見たい方はそちらの動画を見てください。で、この皮を剥いた状態でですね、この辺にニッパーを入れて、こういう状態になります。で、ここからシールドという形で出しますんで、こんなもんかな。まあこれもね、ちょん付けって言ってピタッとくっつけるだけの人もおるんですけど、僕は心配性なんで、ちょっと長めにして2周ぐらい巻いて、こうペンチで引っ張りながら、あの場所によったら今はもうハンダ上げずにこれだけでいいですよっていうところが多いです。ちょっと平らになじます。で、やっと本題です。このハンダなんですけど、ここをオンにして今ガスが充填されている状態ですね。で、これで5段階の強さに調整できます。で、このボタンを押すと、そしたら着火されます。赤くなってきましたね。で、ハンダを先にこのね、対象物をね、温めてあげます。結構こっちをこうやって溶かしてる人がおるんですけど、そうじゃなくてこの対象物の方を温めます。ちょっと待機ですね。見えますでしょうか、このシールドが温まってきたんで、このハンダがシルシルシルとね、溶けていってるんですよね。こう馴染んでいってるのが見えますでしょうか。こういう感じです。結構ガスなんで、あまり暖かくならないのかなと思ったんですけど、十分ですね。はい、まあもう一点止めれば基本的には十分なんですけど、せっかくなんで。あ、今の感じめっちゃ見やすいですね。あ、ますか。はい、ぼやけずに。この電線が温まったんで、ハンダがこうやって溶けて浸透していってる状態ですね。こっちにも浸透させたかったら、こっちを温めてあげる。こういう感じになりました。で、
ちょっとハンダの注意点なんですけど、よく新人さんとかママやりがちなのが、これって今熱いんですけど、こういうとこに置いてしまう。そしたら、段ボールは大丈夫なのかな。セーフティー機能か。セーフティー機能ついてないですかね。すいません、段ボール溶けなかったです。こういうのとかに上に置いて、こういう風に大事なものを溶かしてしまったりっていうのがあるんですけど、これってこれを今切ったんですけど、切っても熱いのは熱いですよね、もちろん。でわざわざ切るのもめんどくさいと、そういう時に登場するのがこのね、コテがついてるんですよ。このコテスタンドをちょっと硬いんですけど、こうやってもらうことで、何かここにね、例えば床とかね、お客さんの家だったらフローリングとかにそのベタって置いたらこうなるんですよ。これがあると安心です。あとはこいつのすごいのがマグネットになってるんですよ。例えばね、ここでバンナとかあって、こうやっててこいつここにつけれるんで、ここにこうやっといたら置き場所にできると。で、この角度を変えることができますんで、こういう風に角度を変えてもらうと、こういうとこにこうやって吊り下げれてることもできます。これ安全なんでめっちゃ便利です。ってことで、本日はエンジニアのコードレスハンダゴテってことでやってみました。僕使ってみたんですけど、やっぱりこうガスなんで火力が弱いんじゃないかとかいろんな心配はあったんですけど、全然大丈夫でした。でですね、このガス、これコンビニ売っとったんですよね。そうですね、コンビニなどでも売ってます。で、このガスの補充方法はここに押し当ててもらって、2、3回こうやって入れてもらったら、電量は分からんわね。ガスがなくなってもこうやって復活しますんで、これはすごい便利です。ってことでね、価格などはこの辺にポンと載しときます。で、まあ、詳しいのを見ますと、全長 265mm110g、 最大ね約500度までいけるということで、かなりの熱量だと思います。まあ、電気ハンダゴテと比較すると 20W から 80W 相当、最大約650度、ガス充填 228cc まで入るよと。1回の充填での使用時間、レバー3の位置で2時間持つと、かなり持ちますね。で、レバー2の位置だったら4時間だということです。で、僕こんなね、ある中で、弊社別売りの純正ガスを必ずご使用くださいって書いてるんで、これを使ってください。僕ちょっといつもの癖でね、汎用性のあるやつでやっちゃったんですけど、これを使えって書いてるんで、これを使うのが本当はいいんだと思います。線路作業用のハイパワー小手先と、屋内作業用精密小手先がセットになっていますので、通信工事に最適です。そういうことですね。電気通信工事。無煙で安全なガス。まあ、無煙でしたね。電流ゼロ、電流もないですね。で、このね、キャップがついてるんで、しまうときはこのキャップに入れてやってもらったら安全です。で、閉めるときもこのもう熱がないか確認してから、熱いときに触らないでくださいね、こうやってまあ、ツールバッグなどに入れておいたらいいと思います。はい、これすごい便利な商品でした。以上です。ネジザウルス VA というものを紹介させていただきます。はい、食い込みが違いますね。これはすごいですね。従来のネジザウルスより A もでかいし、力が入れやすそうですね。ネジザウルスっていうかねえとりあえず面白くしたいです、電気屋を。